赤橋です。今日はねゲストというか一緒に食べる人を呼んでまして、こちらの方です。どうも清水です清水と申します。同じことをしてくれるんですよ、はい、やった。レンタル二郎を食べる人というサービスを開始した方なんですよ。一体どういうシステムなんですか。宝のバーベキューからの往復交通費のみいただければ、日本各地ブラジルまでどこまででも二郎を食べに行くというブラジル店ができた場合も、ブラジル店できてる、できれば地球の裏側まで日本各地ブラジルも、はい、確かに確かに地球なら行きます。マジっすか。交通費だけでいいんですよね。交通費だけいただければ、うわ、はい、だからその僕これ結構拝見させていただいてるんですけど、もうすでに結構全国から二郎の食べ方わかんないって言って一緒についてきてくださいで利用されてる方が結構もう利用されてますよね。そうですね。なんで今日僕はちょっと一緒に食べたかったかというと、新宿歌舞伎二郎にですねつけ麺を厚盛りにできるという僕やったことないからちょっと一人じゃ不安なんで来ていただきました。赤崎さんは撮影ということでね。あ、はい、僕もがっつり食べます。食べるんですね、はい、今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。うどはい、赤星赤崎二人でやっていきます。よろしくお願いします、はい。さあというわけでね、レンタル二郎食べる人でございますけども、はい、ね、ここから始まりました。清水くんね、高田の馬場駅からの往復交通費でラーメン二郎だけでなく二郎系店舗どこへでも行ってくれるというシステムなんですよ。あの値段ね、あの丼自体の値段も、あ、そうだね、自腹、自腹ですね。すごいっすね。はい、ぜひ検索してみてくださいということで、まずはちょっと基本メニューからいきましょうね。まあ、あの歌舞伎町は何回も行ってますけども、こういったね基本メニューになっておりますが、はい、もちろん、今回は大つけ麺で、厚盛りに、いや厚盛りができるっていうのがね、そう、僕初耳でしたけど、僕も本当に最近知ったから、うん、このやり方については後ほど、見ていきましょう、はい、ということで着弾です。さあこちら大つけ麺の厚盛り950円、一応全部マシマシして追加ボタンをしております。汁越しの麺です、ね、そうです、麺です、着席前にですね麺量を確認するところで厚盛りでって隙を見つけて行ってください。なるほど、まだ座る前に、ね、座る前に、うん、そうで、つけ麺今回豚増ししてますが、卵とかメンマの食券を買ってカウンターでこれ豚増しですと宣誓してください。ああ、宣誓を、宣誓をしてください。なるほどね、はい、お願いします、ね、マスクね、マスクちょっとあんまマスクしてなかったんでいつもちょっと忘れがちですけど、時期が時期だからね、はい、ラー油が効いたねつけ汁、最初の豚がやっぱうまいです。はいはいはい、一口目 OK 出ましたね。湯気がやばいな。湯気すごいでしょうね、やっぱね。で僕いつもいろんなとこから行くけど麺から行くというね、やっぱね、今回はおっと熱盛り出ちゃいました。すいません、あ、これ外せないよ、熱盛りが出てしまった。はい、基本的なことなんですが、熱盛りにしますとつけ汁が冷めにくいんでずっと熱いままをキープできるというのが、いや僕もね、もともとつけ麺は熱盛り派なんで。なるほどなるほどなるほど、嬉しいです、二郎であんのは。うまいですもんねこれね。そして野菜なんですけど、やっぱりね麺が熱いんで接触してる部分あるじゃないですか、うん、麺と野菜が、そこもずっと熱いから冷めないんだよねやっぱね。あ、なるほど、全体が冷めにくい、全体が冷めにくいっていう効果もありますね。ちなみに清水くんもですね大のつけを頼んでるんです。見てくださいこの涼しい顔もうどん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 、さすがですねやっぱり、やっぱり体も大きくてね、いっぱい食べるって感じがしました僕は、うん、いやでも食べますよ清水。そして菜麺ということで、もう一度麺に行きますが、菜麺後半になってもこの湯気、いや全然冷めないですね、冷めないね、ラー油風味のつけ汁デフォルトでやっぱ海苔が入っててね、うん、いやこの熱いのをバッと吸収してくるんだよね海苔がね、うん、でつけ汁にメンマも入ってるんでポキポキと美味しいぞというのも、まあ、歌舞伎の特徴です、ね、さあ続いていきますのがニンニク、見てこれめちゃめちゃ多いな、やばいですよこれね、全入れ全入れです特に多いかった。あーなるほど、あ、つけ豚、もともとね、つけ汁に入ってる豚と麺の上に入ってる豚、はいはいはい、追加豚だとこうなるんですよ。なのでもうね、染み込んだ豚とニンニク合わせたらもう、油も多く入ってるのがまろやかさもスタンバイしてるぜ、まろやかさスタンバイ、卓上開始だ、しょっぱレベルは前、いや、かけすぎです、4を。いやいやいや、4をかけすぎじゃない。前行った時はね、5だったんですよ、和田くんと行った時は。あ、はい、でもちょっと黎明期だったんで、顔修正してますね。あ、そうだった。4に、なので入れまくりました。はい。また、返しメンマが非常に美味しかったと。実は今回。あ、返しを含んだメンマが。メンマ。なんで次はメンマ買って、メンマにします、ちゃんと。あ、なるほどね、もう。豚にしちゃった。トッピングもちゃんとメンマです、ね。そうですね。なるほど、そして、ガバンのブラックペッパーの角感ですね。そこにさらに卓上ラー油を入れて、
まあこれ酸味のある漬け汁なんでね、ラー油とあのコショウ足すとなんか歌舞伎色アップするよね。なんかあ、そうですか。他のお店のつけ麺でも味わえなくない？あ、まあまあそうですね。この酸味のある感じ。清水くんがずっと凛々しいっていう。凛々しいです。はい、さすが。ここで清水くん情報です。はい、現役総大生であり現役の柔道家であり現役ピコピコポン店員です。あ、もう二郎系のお店のね、はい、ピコピコポン。そうそう、なので、あ、あと現役レンタル二郎を食べる人なんで4つの現役を持っているという。いやいや、すごい清水くんね。そんな彼ピコピコポンでですね、スープと麺以外のほとんどをやってるということで。あ、マジっすか。コールもやってるよ。あ、なるほど。コールもやってる。なので絶対ピコピコポンね、行きますんで、うん、またよろしくお願いいたします。はい、いや先にね、2人はごちそうさましましたけど、ファイナル豚を食べて僕もごっつぁんということでね、行きましょう。ごちそうさまでした。で、この後ちょっとステータスを見るんですが、はい、すぐエンディング映像あるんで。あ、わかりました。すぐ終わらしたいと思います。はい、マシマシレベルは89で70でした。90までもう少し。ごっつぁん、緊張しましたね。あつ森っていう時やっぱ僕言うタイミングがね、ちょっとどこなんだろうっていうのが、あの、まあ、コールの時なのか、最初立って並ぶ時にもう言わないといけないのかみたいな、ね。そうね、コールの時行ったら多分間に合わない可能性はありますね。うん、今回非常に暑くてね、やっぱり、ね、そのまんまだけど歌舞伎町店がね、基本的に外と直結してるから、はい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 、はい、特にやっぱ湯気が立ちやすいというか。あー、なるほど。 YouTube 映えするということですかね。 YouTube 映えですね。 YouTube 映えします、ね、YouTube 映え。いつもは野菜、豚とかを先に食べるんだけど、結構久しぶりに麺から行きましたね。あー、なるほど。いやー、すごくやっぱりその暑さは後半になっても美味しかったんで、ありがとうございました。来ていただいて、そう、一緒に食べていただいて一緒に食べただけなんでこれがレンタルジローを食べる人です。そうです。ピコピコポン、ちょっとまだ1回しか行ってないので、はい、行きますんで、ぜひちょっと店長さんによろしく、はい、お伝えしておきます。ということで、皆さんもね、ジローを食べるのが緊張するよってことがあったら、ぜひちょっと検索をしてみてください、はい、Twitter が一番の Twitter です、連絡手段ですよね、はい、ということで今回は歌舞伎町からお送りいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.